大阪西成。はいよ、お待たせです。暑いんで気付けて。はいよ、はいよ。カウンターだけの小さなうどん店。うまいっす。うまい、うまい、うまいっす。うまい。やっぱり見た目怖い？めっちゃ怖いっす。厨房に立つのは店主の大前隆さん。身長184センチ、体重130キロの大前さんは金ちゃんと呼ばれています。ビーバップハイスクールで大前金太郎っておったやつ、体のでかい、同じ名字なんですよ。だから金ちゃんになったんですね。西成金ちゃんのわっしょい TV。 金ちゃんは西成でちょっとした有名人。チャンネル登録、高評価。プライベートの出来事を発信する YouTube が人気を集め、ファンが全国から訪れます。金ちゃんに会いたい、西成を見たいということでちょっと来ました。生金ちゃん初めてなんですよ。茨城です。はい、いやちょっと感動しましたね。あ、本当にいるんだみたいな。日雇い労働者の町には観光地の顔もあります。しかし生活に苦しむ人が多いことに変わりはありません。無職無職、生活保護者や。そんな西成に店を構えて7年になります。店には立て看板が。食事に本当に困っておられる方、どなた様に限らず、かけうどん一杯無料にて提供させていただきます。一杯250円のかけうどん。新型コロナが世界を襲った2020年、客足が遠のき、余ったうどんを捨てるくらいならという気持ちで始めました。まあここらの人も、まあ結局やっぱりお金ないから飯食えない、飯食えないからどないする、やっぱ犯罪、万引きね、恐喝、まあそういったことになると思うんですよ。こう話す金ちゃん。高校を中退してすぐに暴力団に入りました。20代半ばで暴力団を脱退しましたが、恐喝や覚醒剤を繰り返し服役したことも。覚醒剤とか完全に断ち切れるのかなっていう。いや難しいですよ、うん、やっぱりね、シャブとかそんなは体が覚えてるでしょ。ああ、だから今でもやっぱり僕ら酒飲んで飲みすぎたなってやっぱり思い出すもんね。39歳から事情があってフィリピンで2年間生活。しかし異国の地で食べることに困り、ホームレスになったことも。過ちを繰り返す人生。現地の人が手を差し伸べてくれたことで心が変わりました。海外なんか誰も知りおれんし、飯食えないじゃないですか。じゃあどないすんねんってなった時、やっぱり恐喝みたいな、うん、ことをやってましたね、うん、それに対してこう、ましや女の人がこうお腹減ってないかって、ご飯食べやって、うん、あの一言はやっぱり今でも忘れられないですよ。いやほんまにびっくりする、うん、自分でも。帰国後真面目に生きようと店を始めた金ちゃん。コロナ禍で客足が遠のき、余ったうどんを捨てていましたが、フィリピンで救われた経験を思い出し、無料うどんを始めました。お腹さえでも満たされとって部屋住むとこあれば、ほんまにでも犯罪ってあんまり少なくなるんちゃうかなって思うんですよね。やっぱ俺も腹減ってたからやっぱりそういうことしてたし。年の瀬、一人で店に来た女性がいます。今日は無料のおうどんですか、うん、
いいの？うん、大丈夫よ。従業員の愛さん、優しく声をかけます。はい、すみません、いただきます。よいしょ、いらっしゃい。こんにちは。はい、いっぱい食べていってな。おいしいわ。おいしい、うん、あ、ほんま、よかったよかった。食べたいなと思ってここ通ってるんやけど、なかなか言わへんかって。ああ、声かけにくかった。うん、そやけど遠慮せんと声かけてくれたらええで。ええの、ほんとに。かまへんかまへん。あ、もう年金だけだから。で、家賃が4万7千円だけど、2ヶ月分払わなあかんね。年金が2ヶ月にいっぺんでしょ。だから9万4千円払ってるんです。近くで一人年金暮らしをする74歳の女性、空腹に耐えられず初めて店に入りました。年金は2ヶ月分で13万円、家賃や光熱費を払うと残るのは2ヶ月で3万円ほどです。無理やでな。だからお米買うのがさ、いっぱいご飯に味噌塗って食べてね。ご飯食べるのはもうここで食べたらええからな、うん、朝前その代わりうどんしか出えへんで、うん、ごめんやけど、それで十分や。本当にいい味してる。ああ、か、うん、久しぶりの温かい食べ物、ゆっくりと味わいます。西成の人って情があるもんな。そうやな、みんなが柄の悪いとこって言うけどな、やっぱり世話になってばっかりやったらさ、うん、お返しもさなる。お返しらいらん、うん、うん。金ちゃん、いつでも食べにおいでと声をかけ見送りました。ちょっと話聞いたらちょっと辛いね。なんかただに横着して仕事してないで生活保護をもらってる、それで飯食われへんからこう食べるっていう人もおれば、今みたいに何らかの過去に何かがあってこっちに逃げてくるように来た、こんな美味しいの久々に食べたわって言われたら、やっぱりああ嬉しいって思うし、うん。会社経営してるんですけど、はい、未払いでもう正直に0円状態なんで、今日もおごってもらってる状態。コンサルティング会社を営む男性、取引先からの支払いが滞り経営が行き詰まりました。ファンサーを貸したくなりますよ。本当にもう誰かが1万落としてればもうすぐ取りたい。だからそれを実行手段に理性があるからだと思うんですよ。でもその理性を崩壊するまで貧困になってしまった場合にはもうやむを得ないと思うっていうのを僕も実感したんで、まあ大変なこと大変なんで、まあ、どう生きていくか、みたいなところは僕自身も問われてるし。絶望の淵に立った男性を見守る友人。お腹膨らませないとそりゃ無理やろっていう、そのまあ僕はなんていうか無料どもは知ってるけど、ちゃんとお金払って普通に食おうかなって思って、二人で別に腹たえやんって思ってるからさ、そのほんまにそんな時は一人で来られたらええと思うし、うん。西成に集まる人はそれぞれ事情を抱えています。カウンターに若い女性が一人、無料のうどんを食べていました。すごいあったかいもの久しぶり食べました。食事は結構カツカツにしないと無理で、でも食べれても一日一食とか。33歳の葵さん、東京の飲食店で働いていましたが、上司からパワハラを受け数日前逃げるように西成にやってきたといいます。西成だったらなんか助けてくれる人がいるかもしれないって思って、同屋さんは Google で調べたんですよ。一か八かでちょっと行ってみようかと思って。
所持金はごくわずか。スマートフォンのキャッシュレス決済に友人から送金をしてもらい、ネットカフェやゲストハウスに泊まっています。この世の中ってお金が必要じゃないですか、食べるにしても。でだからお金がないなんか自分たちにとっては、ああやって無料で提供してくださるのは本当に嬉しいです。葵さんは今後大阪に住み、職に就こうと考えています。ほんまに先導悪いことしてきたんで、どっかで中で返せたらっていうか、まあそれはただの自己満足なんか分からへんけど、俺がここの店をやってる、元気にやってる以上は、やってる限りはもうずっとやっていこうかな思ってるし、その無料をね、うん、元暴力団員が提供する一杯のかけうどん、西成で生きる人たちの支えになっています。